3点目いきますね。はい、はい、はい、じゃあこちらが V ネック配色ワンピースになります。品番が E の2867です。お色がまずみーちゃんが着ているのがこちらアイボリーです。はい、そして手に持っているのがこちらがブラックです。はい、りーちゃんが着ているのがモカになります。はい、でこちらは3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、3390円、イエーイ。はい、でこちらも7月7日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあポイントお願いします。はい、これはですね、結構ゆったりなので体型カバー力は抜群にあるかなと思います。はい、ただそれだけじゃなくて、ゆったりしてる分、うん、ここが結構深めの部位、ここは狭いけどここが深くてシュンってするので、うん、あの小顔効果抜群だと思います。ですし、あのゆったりしてるけどすっきりして見えるっていうポイントはここにあります。でスニットがですね、後ろに割と深く入っておりまして、うん、これが入ってるかな、みたいな感じで、あのコメント下げていただいたらよく見れると思います。こんな感じで膝上は言い過ぎですか、うん、でもちょい膝上ぐらい、膝上までがっつりいったら見えますね。そうですね、まあ、ちらっとしか見えないですけどね、うんうんうん、こんな感じでスリットが入っておりますので結構涼しげな印象にはなるかなと思います。はい、であの前から見るとここが配色ですごいおしゃれなんですけど、うん、後ろのところのここがめちゃくちゃおしゃれなんですよね、うんうんうん、ここがちょっと2色になっててすごいおしゃれに、パイピングのところが配色になってて、あの色使いも可愛いですし、形もすごい綺麗な細見えジャンスカでございます。はい、うん、ありがとうございます。はい、はい、そう、これ本当にね、あの肉感を一切ここ拾わないので、そうですね、うん、すごく楽ちんですし、うん、パイピングが結構締めてくれる感じがあります、はい、実際見ると、はい、うん、で後ろ姿も可愛い。そうですよね、後ろはこういう感じです。また前とは違った印象になるので、うん、後ろすごいすっきりして見えてる気がする。かわいい、うん、はい、うん、重くないですか。重くないです。結構想像通りの重さって感じですかね、うん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 、生地はしっかりしてます。そうですね、なんか透け感も、はい、まあみーちゃんが着てる色が一番ちょっと透けるかもなぐらいの感じ で、裏地は一応ここまでかな。そうですね、膝、うん、スリットいかないところ、うん、なのでこの辺りは結構カバーしてくれてる感じがあります、はいはい、でどの骨格でもいけそうですかっていただいてるんですけど、本当にこれインナー次第で、そうですね、うん、どの骨格もいけると思います。はい、はい、これにウエストベルトマークしたら変ですか。どうですか。前から見たらそんな変じゃないかもしれないんですけど、うん、なんか後ろが結構デザインあるので、そうですね、もったいないかなっていう気はしますね、うん、確かに前も後ろもこのデザインやったら結構意外といけそうだけど、うんうんうん、そうですね、ここでちょうど切り替えになってるの で、 そうなんですよ、ね、この辺りのなんかもたつき度がどうなるかっていうのが怪しいところですね、はい、うん、カラー悩む、何色おすすめですか。でも印象の着てる色はね、うん、なんかココアブラウンみたいな感じですごい可愛い。私もこれ美味しそう美味しそうな色ブルベさんが似合うブラウン、うん、モカブラウンみたいな色、ね、そうですね、私もこの色が一番好きです。可愛い、うん、はい、でイーちゃん中に着てるの何ですかっていただいてるんですけど、これはあのこれの次に紹介しようと思ってた、そうなんです、肩パッド入りのトップスです。はい、これとすごい相性がいいんですよ、うんうん、はい、うん、あ、みーちゃんおすすめのインナーに変えてほしいな。みーちゃんおすすめのインナー、みーちゃんおすすめのなんか違うのかな、なんか違うやつで、じゃあなんかリブとかでもいいし、T シャツでも、うん、インナーにイーちゃんブラシってのかわいい、サッチさんいいと思います。しかもこれもね、あの脇結構空いてるからゆったりしたシルエットでの、その私のコラボのブラウスもバッチリ合うと思います、はい、うん、あ、レギンス合わせもすごいありだと思いますよ。で生地が結構しっかりしてるので、なんか真夏だけとは言わず結構年中いけそうな、インナー次第で年中いけそうな感じはします。はい、みーちゃんのトップスはレーススカートともありますか、トシミさん。もちろんです、レーススカート合わせも、私レースではなかったんですけど、あのタイトの
あのちょっと長めのタイトスカートとも合わせてるので、よかったらまた IGTV 見返してみてください。それをレースの感じで想像してもすごく可愛いと思うのでおすすめです。はい、あ、このワンピース、あ、妊婦から授乳までいけそうですね。そうですね、結構、ま、でも妊婦さんがあの果たしてそれもまた大きさにもよるんですけど、生地が伸縮性がないんですよこれ。なので身幅をちゃんと見て買っていただいた方がいいかなと思います。この胴回りを見て買っていただく方が正確かなと思いますね。 これ以上は伸びないのでここまでになります。はい、で素材教えてくださいっていただいてるんですが、素材がですね、これは表地がポリエステル 93% とポリウレタン 7% で、裏地がポリエステル 100% です。ポリウレタン入ってるのか、入ってるのか、でもほんとちょっとやな、なんかそんな伸び伸びじゃないからあんまりそのこの生地の伸びにはあんまり頼らない方がいい気がする。はい、みーちゃんお気に入りのノースリーブもありますね。これは合うと思いますよ。後で着てきます。はい、てかみーちゃんが着てき、あ、これですか、40470にみーちゃんが着てくれてるので合います。はい、あ、これだけ余裕があったらいけそうだけど、いけますか。ちょっと私もちょっと妊婦さん経験がないからどれぐらいまでがマックスかがわからないんですけど、ゆったりはしてます。はい、うん、あ、かわいい、なんかすっきりしたね。そうなんですよ、やっぱり私骨格ストレートなので、うん、上半身はぴったりめのトップスの方がよりすっきりして見えますね。あの肩周りとかの体型カバーをさっきのトップスで合わせる方がいいんですけど、すっきり見せを狙うならトップスすっきりしてもらって、ここで V でさらにすっきりするっていう着方がおすすめです。さらに細身にします、ね、はい、ちょうど肩のとこもなんか別にここが出てなくてもそのままですごい可愛い。そうなんですよ ね、うん、配色もあるしね。うん、あ、骨格それぞれ合わせるならこれだっていいと思います。そうですね、細身狙うならこの着方だと思います、うんうんうん、4702です、トップスは。はい、はい、あ、マナさん、臨月は厳しいかもですが8から9ヶ月はいけそうですね。よかったです。臨月さんは本当に人によるっていう感じのようです。経験者の方々がモヨちゃんとハラちゃんもお腹の出方が違いますもんね。違うかった、同じで女の子やったけど、そうですよね、個人差あるんやなと思いました。ほんまに大きさって全然変わるよね、うん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 、あ、二の腕がさらにすっきり見えるって。そうですね、うん、このこうなってたらそのまままるっとしちゃうんですけど、うんうん、ここが若干広めなのですっきりして見えると思います、はい、うん、肩の部分がずれ落ちてくることないですか。私肩しっかりしてるからね、あんまないんですよね、なで肩とかではなくて。私のあれ肩ですが、あのここまで太さがあれば大丈夫だと思います、うん、結構注意してるのはいつもキャミ系はやっぱり、あの中とちゃんとこう摩擦、インナーと摩擦がないと結構スルンって、生地同士がツルツルだとスルンっていきがちなんですけど、これはまだ大丈夫ですね。あと今肩パッド入ってるのもあるけど、あ、これが抑止してくれてるそれもあるかもしれへんけど、でもこの太さあればこうずり落ちるとかはないと思います。でもこの着方はいいですね。ね、そう、なで肩さんはおすすめの肩パッドでもう肩を作ってしまえばいいので、そうです絶対に落ちませんねこれは、はい、あ、太って見えたりしますかっていただいてるんですけど、ここでここのおかげでしてくれないと思いますよ、うん、後ろから見てもこれ太って見えないと思う。そうですね、うん、生地がそんなに使ってないので上半身は、あとこの後ろから見るとここの生地がちょっと ゆったりしてるというかタポッとする感じもあるので、うんうんうん、なんでしょう、多分結構誰が着ても余裕がそうですね、うん、ゆったりあると思うんですよね、うんうん、だからそれがさらに細見せしてくれる気がしてます、うんうん、あ、ブラックも見たいってあるの、じゃあブラック着てきますね、はい、はい、今ちょっと思ったんですけど、トップスを、ぴったりめのやつを合わせる場合はもしかしたらペチを履いてもらった方がいいかもしれません。上から見た時にぴったりめのトップスやとなんかここさっきゆったりしてたからこの隙間から見えるの気にならなかったんですけど、今自分でしてみた時に太ももの付け根が見えてしまってるので、ぴったりめのトップスを合わせる場合はペチ必須やと
思いますので気をつけください。この方で着るとき、こう見てる分は気にならないけど、あの自分より視線が上の人、男性とかと着るときにここから多分見えちゃうので、フェチ履いてください。いいですね、パイピングが可愛いですよね。そう、結構ゆったりしてるんですよ、皆さん。その分体型カバーはしてくれるんですけど、こういうぴったりめのトップスを合わせたときに私はちょっとここからが気になったので、はい、フェチ履いてください。前横と後ろからの姿、若さんこんな感じです。ほら、横から見たらここ埋まってるの、きっと見えるはず。こんな感じです。おできるかな、こんな感じでございます。あ、今日次男が誕生日です。順次です、お願いします。 OK です。ちかさんスクショしましたので、ライブを歌いますので最後までよかったら見てください。あ、よかったです。さんね、ここちょっとね気になりますよね。インナーにスクエアタンク着たら変になりますか。めっちゃ可愛いと思います。ここもうちょっとサボズ出るかな、こう下がるぐらいになるので、華奢なネックレスとか合わせていただくとすごい可愛いと思います。あ、スマホバッグ買うか悩んでるんだけど、いいちゃんおすすめの色ありますかって。私好きな色は黒か白かシルバーが好きです。そう、そう、前回の中でやったらだからポイントになるのはシルバーかなって思う、うん、だそうです。白かシルバーです。あ、ありがとうございます。あとね、みんちゃんそれをモカに変えてきてほしいってコメントあったんで、はい、トップスこのままでかな、多分、うん、大きいです。で、黒です。黒です。はい、黒はあの結構もうシンプルにモックネック T シャツと合わせました。モックネックもこれあのこの脇のところがこうキュッとなってないタイプでゆるっとしてるんですけど、それも合わせてもここのもたつきがないぐらいしっかりジャンスカが空いてるので相性良いですね、これも。はい、モノトーンコーデです。はい、ペチコートが長めだと後ろのスリットから見えますか。膝より短い方がいい。そうですね、これは一応後ろのスリットが私でがっつり見せてしまうと膝ちょっと上ぐらいまであるんですよ。なのであのパンツペチとか、多分レタスでも売ってるんですけど、ちょっと短めのパンツのやつとか履いていただくと安心かなと思います。黒落ち着きますよね、やっぱり私も黒落ち着きます。うん、あ、これなら覗かれても、まあ覗かれそれもいいですね。うん、この、 あのトップスに結構ゆるっとしてるので、そうですね、これは大丈夫ですね。はい、はい、こんな感じです。黒にモカ合わせもかわいいね、雰囲気変わる、いいねです。やっぱ私その色が好きだな、かわいい。うん、あ、パイピングで黒が柔らかく見えますね。確かにそうですね、このパイピングが黒はそれこそそのさっきみーちゃん言ったモカの色なんですよ。なのでちょっと柔らかくなりますね。あ、ボーダーと着てほしいってあるんで、ボーダー着てきます。はい、今日の新作のサンダルと合わせたんですけど、それも可愛い、なんかこれが映えてめっちゃ可愛い、こんな感じなんですけど、ここがねすごい可愛いんで、シンプルながら。あ、ゆずなちゃんが誕生日スクショしますね。あ、1歳初めての誕生日、最後じゃあ歌わせていただきます。楽しみや。あ、ありがとうございます、すごいね、嬉しいです。なんかね、白合わせも可愛いんですけど、中に黒持ってきてあげるとかなりまだ高級感出たりとか大人っぽく着られるので、黒合わせるのもおすすめです。あ、新作のサンダル可愛いな、でしょ。あのね、差し色でね、このイエローもめちゃくちゃ可愛いんですよね。モノトーンコーデにイエローとか合わせてもすごい可愛いと思います。うん、あ、ノーマークだったけどみーちゃん合わせ可愛すぎる、嬉しいです。 C4702 のブラックともすごい相性いいと思います。丈どうですかといただいてるんですが、私ね、くるぶしがちょい見えるかなぐらいなので、スニーカーでも履けそうなので私は許容範囲です。ちょっと下行きますね、すいません。さあ、サンダル可愛いんですよ。いーちゃん、みーちゃんは買う、私買うとしたらモカかな。うん、私もモカかブラック
かなと。ね、かわいい。あれ、糸ちゃんスクショしたの。糸ちゃん、すいません、ね、スクショしました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、パイピングあるだけですごいかわいいんですよ。すごく姿にめっちゃかわいい。あ、後ろこんな感じですよ。イーミー2人とも前半で多分お見せしてるので、更新調査で気になる方はぜひ IGTV 見てみてください。あ、更新調査動画見せてないかもしれない。あ、本当ですか。見せたっけ。見せないような気がする。 OK です。更新調査こちらです。168センチのスタッフの動画です。もう一周しておきますね。こんな感じです。いい感じの丈感で着れるかなと思います。ね、後ろ姿が可愛いんです。そうなんですよ。そうそう、スリットがね可愛いですよね。足結構開けます。おりさん、こんな感じ。マックスで開いてこれぐらいいけるので、日常生活は支障ないかなと思います。自転車も乗れますよ、これ。ね、乗れそうですね。乗れた、普通に乗れそうなんです。みーちゃん、モックネックティー持ってますか。持ってないんですけど、今年ゲットしようかなと思ってました。モックネック、確かね、みーもぴで紹介してる動画がおそらく商品ページに残ってるかなと思うんですけど。懐かしい、ね、そうめっちゃ可愛いですよね、あれ。今年こそゲットしようかなってちょっと思ってましたが、まだ買えてないです。ちょっと半袖がなくて、あれ長袖なんですけど、このシャリシャリのやつ、青に、なんかシャリシャリね、あの上がちょっとあんまボーダー感が見えなかったので、もうあの多分皆さん結構お持ちのあきこさんのロンティーですが、うんうん、これもゆったりしてるけど、あのこのジャンスカが脇がしっかり開いてるタイプなので、合わせていただいても大丈夫だと思います。ね、秋も着れそうですね、うん、ね、全然着れます。あと長袖ニット合わせたら冬も、確かにタイプ合わせたら、うん、いけると思います。はい、あ、上にシャツ着れますかってあるから、みーちゃんシャツ上にちょっと羽織ってみてください、はい。ブラックかけるブラックだと重いかな。いや、重くないと思いますよ。あの靴とかあのアクセとかを結構ジャラッとつけて、靴をちょっと白のスニーカーとかカラーもの持ってきたりすると結構明るくなります。あとバッグも明るいの持ってきたら大丈夫です。こんな感じです。二の腕隠しにはやっぱりシアーシャツがいいかなと、ね、シアーシャツいいよね、思いますね。はい、こんな感じです。はい、薄手ですか。ジャンスカはそんな薄、めっちゃ薄手とかじゃない。そうですね、割としっかりしてると思います。はい、うん、はい、ね、あ、ボーダー合わせ最強、最強ですよね、やっぱり。これは、これは超定番最強合わせだと思います。はい、ベージュのボーダーでも大丈夫ですか？可愛いと思います。もちろんです。うん、なんかそのさっき最初に来たみーちゃんのアイボリーの色にベージュとかも可愛いと思いますし、うんうんうん、黒も相性いいと思います。はい。はい、うん。みーちゃんブラウス合わせ見たいでっていただいてるんですけど、あるのかな、ちょっと待ってください。ココはなかったですっけ。あ、ココはあった気がする。あるわ、ちょっと見る、何しようかね。黒にしますね、ちょっと待ってください。はい、はい、あ、そうです、ゆめみさんありがとうございます。1点目花柄ロンティで、2点目ドルストのトップスで、今3点目のジャンスカをご紹介しているところでございます。あ、兄ちゃんのボーダー合わせて欲しくなった。ねえ、可愛いですよね、ボーダー合わせ。年中着れますよ、これは。ここのボーダーが、ここからチラッと見える感じがすごい可愛かった。うん、あ、ゆみさん、ありがとうございます。ジャンスカ3,390円、ありがとうございます。でございます。3,000円超えるけど、でも、秋も着れそうだし、冬もタイツ合わせたら着れそうだし、結構年から年中着れるので、コスパはかなりいいと思います。はい。あ、みーちゃんが言ってた花柄ワンピースもう紹介終わりましたが、終わったんです。1点目にご紹介してるので IGTV よかったら見てみてください。よし、そう、シアーシャツ合わせるとノースに合わせた時もですね、胸をしっかり隠してくれるので、二の腕隠したい方はこの着方がおすすめです。兄ちゃん、モックネックサイズなんですか。さっき着てたのは M サイズでした。
着用してたの、うん、別にリブで良さそうやなって思ってました。あ、今から見ます。ジャンスカ使い勝手良さそう、ありがとうございます。そうなんです、これを投稿する次第に結構いろんなコーデできるのでおすすめです。みーちゃんブラウス7月発送のやつはいつ届くかな。7月発送のはいつ予約やったかにもよりそうな気はするんですけどね、うん、上旬とか中旬とかあったと思うので。そうなんですよ、ちょっと私も発送に関してはちょっと分かりかねましてすいませんが、はい、うん、あ、みーちゃんのショートヘアのヘアアレンジ知りたいです、ありがとうございます。なんかなみなみって巻いてるだけなんですけど、何かでちょっと載せれるようにしますね、詳しい。はい、はい、プラス合わせです、合いますよバッチリバッチリ、ちょっとボタンがちょうど見える感じになるので。本当ですね、そう、なんかポイントになっておりますなと思います。はい、はい、あとね、ちょうどここのモカの感じの色とこのブラウスの色が結構合いました。はい、じゃあ次のやつ入っていきましょう。はい、スカートに見えるパンツの紹介終わりましたか。今日はね、ないと思います。日曜日の新作でありました、スカートに見えるあのストライプのパンツがありました。 IGTV あると思うので、あのよかったら見てみてください。それ、金曜日にライブしてます。はい、ね、かわいい顔ありがとうございます。ぜひあのブラウスをお持ちの方はすごくいいと思います、相性良いです。こんな感じです。前後ツーウェイですか。一応ね、これはツーウェイじゃないんですよ。後ろに結構がっつりスリットが入っているので、これ前にすると本当に膝上ぐらいまでグッてスリットが入ってしまうので、これはこっち前の方がいいと思います。はい、タンクトップ何点目紹介でしょうか。タンクトップは次の次です。次ちょっと肩パッドのトップスをして、その後にリブをします。はい、透けますか。黒は透けないと思います。私全然下ペチとか今履いてないですし、あと一応裏地が膝上、結構上なんですけど膝上で、この辺りちゃんと隠せるぐらいのペチコートは、ペチじゃない、裏地はついてるので、はい、そうでも黒とモカに関しては心配ないと思います。ただちょっとアイボリーはもしかしたらちょっと透けるかもしれないので、そこだけご注意ください。はい、あ、その色予約したから黒のジャンスか、決まり、ありがとうございます。黒、黒も可愛い、アイボリーも意外と合うと思うんですよ、彼に。はい、ちょっとアイボリーも合わせてみよう。よいしょ、ちょっと借ります。ほら、これアイボリー、ちょっと柔らかい雰囲気になるから、ちょっとカジュアルになりますかね、アイボリー合わせると。黒の方が結構締まって大人っぽくは見えるかもしれないです。はい、よし、はい、モカには合わない、いや合わないことはなさそう、合いそう、意外といけそう、ワントーンって感じになりそう。あ、意外といける、ワントーンコーデ、なんかこのワントーンな感じに靴を白とか持ってきたら可愛いんじゃないかな。こういう靴とかで合わせてみてもいいかもしれないです。色合いは合います。大丈夫です。あ、いいと思います。モカにこのモカブラウン良さそうです。どのコーデも可愛い。真夏は暑い生地感ですか？ってラブさんいただいてるんですけど、これは大丈夫です。結構ね、身幅がしっかりあってスリットも後ろしっかり入ってるので、あの体泳ぐぐらいゆったりしてて通気性がいいので涼しいと思います。インナー次第ですね、ノースリを着たりとかしていただくと大丈夫です。はい、